りましょうか。続いて今年さんまさんも出演されているコント番組でピース綾部さんがモノマネにした世良政則さんのキャラが話題となりました。そんなに話題になってない、さんまさん推薦のやつですよね。してませんから本当に。だからその推薦の回あってか、なんと今夜は綾部さんがこの番組のために世良政則キャラを完璧に仕上げてきてくれました。見過ぎにご注意ください。曲は丸々もりもりです。まあかわいい言うてんのに。先週お誕生日でした。何の関係だ。僕だね、また俺も5ヶ月前誕生日やった。そうです、やっと僕さんまさんに追いつきました。あおー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 うわかっこええな。かたやおちょこちょいで、でいいですね。いろんな56歳で私生活はおちょこちょいやけどね。これで、ね、何の振りやったんですか。歌をもう一曲歌ってほしいぐらいやね。そうですか、実はもう一曲やろうかなって。ためらあんたに似合いさと一度
緊迫感たらなかったんだからね。 お前よう出てきたな。 2人でどんな気持ちでリハやったと思ってんだよ。セラさんだよ。驚いちゃったよ本当。あれは芸人こんだけ盛り上がってみて、セラさんがあんなにかっこよくやってくれて。正直もう入江やったら死んでますから。入江やったらすぐ死んでますから。死んでるわ。これはすごいわお前。 いや、よかったね。よかった、本当。これ、合いましたね。バッチリやったね。これもね、何度か袖で練習したんだよ、2人で。やってくれたんだよ。和島さん、和島光一みたいに。和島光一、喋り方。いや、これが一番難しかったです。それがね。和島みたいになってるやん。あ、本人か、これが。こっちは本人だよ。セラさんや。これは、お前、又吉はいてるのか、又吉。あの、ジョギング、又吉、あれできるよ、あの、ギター。 マーティーやってみ。最近トイレで2人きりになったんですよ。